KK、あそこ。嫌がった。一旦もめのやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。まだどこかにいるはずだ。使えそうだ。第二球技を置いてカッパをおびき寄せるぞ。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。無理だな。Thank you.
前正気かよ。妙なものがあるな。弱点ってわかる？撃って撃って撃ちまくればいいんだよ。引くだけ損した。なんだろこれ。
こりゃ。やめろよ。鬼の居場所を探してくれる？こいつら、なんでこんなところに。アキト、この犬を守れ。これで終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。もう大丈夫だよ。こんな力になるんだ。
の力、大事に使います。ひやりするな、まだ来るぞ。もうちょっと優しくしろよ、怪我してるんだぞ。光はこの奥に集まっていたはずだ。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。あいつはマリに何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかな。救うことだけ考えろ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃない。ケイケ、待って。マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。
大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。させてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にして。これは足止めに使えそうだ。ケイケ、無事か。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。疲れないように背後に回ってみる。ここがあいつの弱点だった。エリカ、あなたの気持ちもわかる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていた。本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。
るだけの生き方は私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる、守られている。私はただの器、何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違う、違うのよ。私だって生きていたい。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。また KK、 あいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。